こんにちは。こんにちは。スティービー月ママです。月ママです。よろしくお願いします。本日は無印良品で月に新しい T シャツを購入してきたので紹介したいと思います。以前定番の T シャツご紹介したんですけども、うんうん、今回はトレンド T シャツということで、うんうん、大人でも人気のオーバーサイズの T シャツ購入してきたのでご紹介したいと思います。はい、その時にもね気になってたんだよね、うんうん、ちょっとちらっとそういうのもありました。多分前回の動画でもお話してると思うんですけど、今回やっと購入しました。どうしても気になって購入したんですね。そう、はい、その購入した T シャツがこちらです。じゃーん。ブライト天軸編みドロップショルダー半袖 T シャツです、はい、サイズが100センチで、はい、価格が790円でカラーは白を購入しました。一応カラー展開は全部で6色あります。サイズ展開は80、90、100で、一応キッズサイズもあるそうです。なのでこれより大きいサイズもあります。素材はコットン 100% です。可愛いですね、ドロップショルダー。ねえ、可愛いよね。大人の T シャツでも最近多いですけども、うん、なんとキッズ服にもこういう無地のドロップショルダー T シャツということで、すごいです。ベビーよ、ベビー。ベビーであるんで。ベビーでドロップショルダー。すごいよね。可愛い。一応素材がコットン 100% になってて、近くで見るとこういった感じなんですけども、うん、これ特殊な糸形状になってて、ムラ糸天竺編みっていうことで、うん、わざとデコボコしたような素材になってるそうです、うん、なんでこんな感じです ね、うん、あえてムラがあるような感じ、うん、これが可愛いよね、ちょっと、ね、なんか深みが出ますよ ね、なんか立体感が出るというか、ちょっとこなれた感じとかも出るし、うん、ああいうつるっとした綿100の T シャツとはまた違って、ちょっとおしゃれ着に使えそうな感じですよね。1枚でも映えやすいですよね、うん、首元はリブになってて伸び縮みするので、うん、ボタンついてないですけども、うん、あの着脱するときに首もちゃんと伸びるように、うん、頭のとこで伸びるようにリブが設計されてます、うん、それがまさにドロップショルダーということで、うん、結構下の位置に肩のラインが来てますね、うん、はい、で実際袖の長さは結構短めになってます、うん、で裾がこういった感じなんですけども、うん、形がラウンドしてますね、ちょっと、うん、サイドがちょっと短いです ね、後ろがこんな感じです。それでは早速着てもらいたいと思います、はい、じゃーん、着てみました。今月がちょうど2歳で、身長が85センチから90センチの間ぐらいで、こちらの T シャツは100センチを購入しました。サイズ感ね、意外にちょうどいいというかでかすぎでしょ。100センチなんですけどね。ね、まあ、T シャツなのでちょっと大きく着てもいいっていうところからちょうどよく見えるっていうのもありますよね、うんうん、ちなみにボトムスは前回ご紹介した無印良品のゴブダケレディースパンツの90センチです、うんうんうん、ドロップショルダーということで本当肩のラインがここにあります、うん、腕の部分ですね。意外に丈はそんなに長くないです、まあ、丈がこういった感じで、ちょっとお尻が半分隠れるぐらいですかね。これ以前もご紹介した定番のクルーネクティなんですけども、これグレーを新しく追加購入したんですけども、この定番のクルーネクティと丈の長さ比べると、丈の長さ自体はこっちの定番のやつの方が長いですね、うんうん、サイズ感こういった感じで、思ったより大きくなかったです、うん、もっと本当大人みたいな、大人のドロップショルダー T シャツみたいな、うんうん、結構ワイドなのかなと思ったんですけども、本当ドロップショルダーは確かにドロップショルダーなんですけども、そこまでオーバーサイズという感じではなかったです。なんであえてもっと大きいサイズ着せてもいいかもしれないですね、ざっくり着せたい人は、うん、ただやっぱちょっと首が開くので結構、うん、なんでここは結構気になりますね。首の開けがやっぱりちょっと広めです、うんうん、なんでオーバーサイズで着せてもいいけど、首の開けがちょっと広がるんで、まあ、あんまり首が開かない方がいいかなっていうお母さんは、あんまり大きめじゃなくてサイズ通りでもいいかもしれないですね。まあ上げたとしてもワンサイズ上ぐらいじゃないと結構ダラッと見えちゃうかもしれないです、うん、はい。でもやっぱりシンプルな T シャツより可愛いですね、うんうん、ちょっと映像では伝わりにくいと思うんですけども、うん、このムライト編みが本当になんか味があっていい感じです、ね、それがいい仕事してますよね、うんうん、かわいい。なんでこんな風にシンプルに黒のレギンスのパンツとかと合わせてもかわいいしね、うんうん、こんな感じだともう大人もそうですけど、デニムとかと合わせてもちょっとカジュアルな感じでかわいいし、うん、リラックスしたデニムとかよさそう、うん、ショートパンツも良さそうだし、ちょっとラフな感じの、うんうん、なんかそういうルーズな感じに合いそうですよね、うんうん、ここまでドロップショルダーな T シャツって子供服で見たことなかったんで、うん、一回試してみるの皆さんいいかもしれないです、うん、
ということで下の動画の説明欄にも商品のリンク貼っておくんで、よかったらチェックしてみてください。はい、ということでこのチャンネルではお手頃なファッションアイテムでファッションを楽しむためのコーディネートや商品紹介してますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。